フランソワ・ペルビスは、フランス、マイエンヌ県、シャトーイコール・フォンティエ出身の自転車競技選手。2002年、ジュニア世界選手権自転車競技大会、チームスプリントにおいて、グレゴリー・ボジェ、ミカエル・ミュラとのトリオで優勝。エリートに転身後は、UCI トラックワールドカップでは2010年2月現在、通算9勝、国内選手権では、同通算6回優勝を誇る実力者。 世界選手権自転車競技大会では、1km タイムトライアルにおいて、2008年2位、2006年と2008年3位、軽イでは2009年に2位に入っている。また、2004年のアテネオリンピックでは1位、KMTT に出場し6位入賞。しかし2008年の北京オリンピックでもナショナルチームの一員として帯同したものの、出場機会を得られなかった。 2010年世界選手権 1km タイムトライアルで3位。同年4月から9月まで短期登録選手として競輪に参加。なお、ジャカにおける選手登録名はフランスワ・ペルビスとなる。2014年7月23日の岸和田競輪場では上がりタイム10秒3で同地のバンクレコードを更新し 400m バンクでの日本新記録ともなった。 200mFTT の9秒347、1KMTT の56秒303で世界記録を保持している。2002年、2005年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2010年度短期、登録選手制度による出場予定選手について、競輪、 ペルビスが10秒3の日本新記録でリースポーツ2014年7月23日メインエリートワールドレコーズトラックアバウトありがとうございます